どうも皆さん、おはようございます、シブウォーリアー。めっちゃ耐久して外役、リュウです。さあ、今日はですね、5年実装が遅かったデッキ、ご紹介していきたいと思います。皆さんは、破滅の女神ルインというモンスターをご存知でしょうか？まあ、これ、今回ね、デミスと一緒に実装になりました、儀式モンスターなんですが、デュエルリンクスって実装されてから今多分4年くらい経ってるんですよ、今ね。実装されるのが5年遅かった。5年は。いや、リンクスは4年しか経ってないんだけど、5年遅いカードですね、これ。はい。効果を説明していきましょう。このカードの攻撃で相手モンスターを攻撃したとき、このカードはもう一度だけ続けて攻撃できる。打点が2300、2000というモンスターですね。はい。なんでこれ実装した今。実装してほしいとは言ったけど、その、せめて美神とかと一緒に実装してほしいっていうのと、まんじゅうとかと、これあまりにもやばくないですか、この性能。今、令和2年ですよ。令和2年で、ルイン最新パックの UR なんですよ、これ。デュエルリンクスでやばくないですか、神ゲーですね。で、今回はこれを全力で、なんとしてもこのカードをね、全力で活躍させていきたいんで、まあ、要は、戦闘に特化した、なんだろう、効果を持ってるんでね、打点を上げていかないといけないということで、まあ、もちろんコンセントライト、それからガーディの力、一気化成、この辺りの、脳死脳筋おじさんが大好きなカードを、まあ、僕のことですね、が大好きなカードを使って、これをまあバチコリこいつに使って、まあ、ひたすらに打点を上げて殴り続けるっていう、まあ、そういう敵です。でバックはもうほんとコズミックサイクルに飛ばす以外は知らん。もうそんあの他のなんかコズミックサイクルに飛ばせないようななんか魔法トラップガンセみたいなのはもう知らん。で、口頭儀式して、ブルーアイズ落としてこれ出すっていうギミックです。いつもの通りにね。はい。で、儀式の使い手にして、これ遊戯さんに使えるんだから、これ今ね、かっこいい。で、儀式の使い手で1000ライフ減って、儀式モンスターか儀式魔法どっちか持ってこれるみたいな感じですね。まあ先に言っとくと、マジで早くまんじゅうをくれ。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、20代選手、よろしくお願いします。デュエル、スタンバイ。いつの時代のデッキですかね、これ。これ、5年遅いんですけど。このカード、まあ、このカードっていうかカード見てないんだけど、破滅の女神ルインっていうカード来るの5年遅いんだな。なんで今更これを UR にした？ R でよかったの？ R で。あ、N でもいいぐらいだぞ。今。このご時世で。なんであれ UR にした？ネタ切れが半端じゃないですよ、コナミさん。いよいよとなったらそろそろ強いから出してくんないと、もう新パック向く人いませんよ。インフェルンディです。知ってるんだかなんだか知らないですけども、ルイン UR ごときで抜く人いませんからね、このご時世で。まあ、私は楽しそうに使うんですけども、そのモンスターを好きなんでね。何せデミスルインが好きなんで。何せさあ、エレメンタルヒーロー、ダルトムネオスとアナルネオスと融合召喚し、ブレイブネオスが出てくる。なるほど。さあ、カードは伏せはあるのか、魔法トラップカード伏せはあるのか、伏せはあるのか。フィーバレット色強い。まあコズミックサイクロンまとまったわ。いい、それはいい、それはいい。コズミックサイクロンでぶち抜いてるからいい。あー強い。まずコズミックサイクロンを1枚ぶち抜いていくしかない。これリチュアチェインでどっちかサーチできないと俺終わるな。フェイバリットヒーローで、除外させていただき、でリチュアチェインで、これマジで何もなかったら終わる。何もなかった。あぶねー、成果得られていく。あぶねー、めちゃくちゃあぶねー。でこうして、でコズミックサイクロン戻すしかねえ。コズミックサイクロン戻して、デッキに戻し、魔法カードを回収していく。そして手札よりマジックカード、高等技術の効果を発動。デッキに眠るし、ブルーアイズホワイトドラゴンを埋葬し、儀式召喚、破滅の女神ルインを儀式召喚していく。さあ、5年前に実装されて良かったモンスターが出てきた。で一気火星発動、一気火星の効果によって1500打点アップし、さらにガーディアンの力をつけていく。さあ、これで脳筋ブームが、スーパー脳筋ブーム。はい、戦闘破壊したら、もう一回攻撃できる。もう一回。はい。やってること時代錯誤すぎませんかね、これ。これ、なんで俺この時代にこれを、あ、間違えた。やべ、ちょっとネオさん。やべ、間違えた。これ、なんで俺、このご時世に、ルインとかいうモンスター、なんか降臨させて、うおーとか言ってるんですかね。これ本当に UR ですか、このモンスターは。これ最新弾の UR って私聞いてますけども、巷の噂では。これマジっすか、これマジっすか。ロックンロールなんだけど、せ
と、いやちょっと、あーだーだー、危ねー危ねー。フェイバリットヒーローとさせた、終わってた。ブレイブネムス OK、 ブレイブネムス OK。 コスミックサイクロンできるライフポイントは残っている。俺にはいけるぞ。 OK で、ミラクルコンタクト OK。 さあミラクルコンタクトを OK していく。でこれで俺がコスミックサイクロン引いて完璧すぎる。なんかめっちゃ光ってる。なんだこれ、ちょっとほんとデモンズチェーンとかマジでやめてほしいな。それ何、ヒーローブラスト。ヒーローブラスト2500以下じゃないから破壊されない。大丈夫、破壊されない。大丈夫。あ、来た来た、バトルフェイズ。おいおいおい違う、いや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 、このデッキ令和2年にやってるのマジヤバくない。さあお相手の方、タクマッチよろしくお願いします。デル3倍。タクマッチは多分ワンキルはなさそうな気するけどな。タクマッチ採用、タクマ選手さあワンキルしてくるんでしょうか。ワンキルしてくるのであれば、あーもうワンキルされる前にそこサレンダーするっていうゲームになりますけど俺ノーシすぎるんだなこのデッキ。あーでもワンキルないね、ワンキルはない、ワンキルはないが、あとはだな、ナビゲート、あー何の成果も得られないやつ来た、何の成果も得られないやつ来た。いいぞ、これはいい。これもうコスミックサイクロンでもめっちゃ光ってるんで、多分これナビゲートだと思うんですよね。これナビゲートだと思うんで、一回ナビゲートを除外しますよって言ったら出してくれると思うんで、オッケー。ナビゲートで出していただける。さあブラックマンチアンを攻撃表示でできれば出していただきたい。攻撃表示でできれば出していただきたい。いいね、いいね、言った通りになるね。さあブラックマンチアンと、まあおそらくイリュージョン、オッケー。で手札に来てしまった、コストはめちゃくちゃ出てくる、めっちゃ出てくるの、めんどくさい。スキル発動、儀式の使い手発動。さあゲームの始まりだぜ。そして俺様は手札よりマジックカード高等儀式術を発動、ブルーアイズを墓地に送り現れろ、破滅の女神ルインを儀式召喚、そしてガーディアンの力を狙い装備このご時世でこのデッキ扱ってるやつマジ俺くらいだろ。バトルフェーズ、おいおい、戦闘で相手モンスターを破壊するとこのモンスターはもう一度巻き続けて攻撃ができちゃうんですね。おいおい脳死すぎるだな、これ脳死戦法すぎんか、これはやばいって。ちなみになんですけど、ランク戦でもフレン、まあ、そのルーム戦でもルイン使ってるやつ見たことないんですけど、僕だけですかね。あのルインを使ってるまず人間を一人も見たことがありません。今私デュエルリンクスこんだけやっていてやばい。ちょっとロットはやばい、ロットやばいけど、ロットやばかったところでナビゲートとブラックマジシャンとなんかイルジョンマジックみたいなの揃ってないと多分きついでしょ。さすがにこれジンでしょ。まあまあまあジンジンだよね、それはね。もうなんかサーチにかけるじゃないね。でジンジンでジンジンからのイリュージョンマジック、ちょナビゲートだけマジでやめてほしい。それでイリュージョンマジックしてブラックマジシャン持ってきて、あのナビゲートセットするのマジ犯罪だから。いやほんまにそれちょほんとなえるからマジでやめてほしい。それはいい、それはそこまではいい。もう俺は相手のあのフィールドを妨害するカードないから。俺ね、相手のそのターンで相手のそのフィールドを妨害するカード入ってないから、まあ、コスミックサイクロンがあるけど一応もうほぼないから。いいよ、クセカードあったらほんと殺すよ俺マジで。ブロック、それはそれはブロック、もそれはブロック、守備表示いい、守備表示はいい、守備表示はいい。よし、オッケー、ドローオッケー、もう全然ない。バトルフェイズちょっとほんまに、ちょっと俺がクリボールとかやめてね、やめてね、やめてね、やめてね。よし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 、いけるい2連だー。うわー、対戦ありがとうございました。よしおじさん勝率 5%。 さあお相手の方、光と闇の仮面めちゃくちゃ珍しいな。リチュアチェインに召喚していく。でリチュアチェインの効果を発動、リチュアチェインの効果で、破滅の女神ルインを手札に加えていく。さあこれで準備は整っていく。最強ハンドきた。あデッキトップ、まあ、ちょっと若干あれやけども、まあ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 よしとしましょうか。
あとは俺は生き残ることを、祈ってコズミックサイクロンかなんか引かないと終わるけど、これマジでこのデッキやばいな本当に。俺これやってて思うけどマジでやばいわこのデッキ。俺この令和2年の8月に扱うデッキじゃねえ。深淵の使命者すげえ硬いな。千雷を払って一つ属性を一つ宣言して、宣言されたモンスターを手札デッキから一番墓地を送る。なるほど、はいはいはい、なるほどですね。なんか千ライフ、なんかあれかな、光る闇の交換みたいな、そういう感じかな。光る闇の仮面って光る闇の交換の感じがあるよね。光る特性ドラゴン族、ブルーアイズを送る。あれちょっと待ってね、これ俺儀式できないんじゃねこれちょっと待って、あれちょっと待って、ちょっと待って、あちょっと待って、俺儀式できないんだけども、それやられたら俺儀式できないんだけど、やばい、これリチュアチェインビートだ、これリチュアチェインビートするしかねえ。うわー召喚獣、あれいさきた、これやばいぞ、これ俺リチュアチェインビートするしかないぞ俺、これやばいじゃないか、これこれは相当やばいぞ。一気火星で上げて打点を、でもリチュアチェインでビートダウンしていくしかないわ。これなんかこいつの打点にひたすら投げていくしかない。わかった、オッケー。これ何、これマジでやばいことしてる今、もしかしてこれマジやばいことしてない。よし、深淵の宣告者、水属性、なるほど、水属性カイルド、あ、なるほど、リチュアチェイン送られた、やばい、これやばい、これ呼吸とつながるよこれこれでも呼吸とつは守備だからいいか、呼吸とつは守備だからガーディアの力でひたすら殴り続けたらなんとかなる。おい、なんかふざけんね、自分の素材使えや、人のデッキからなんか素材送って融合してんじゃねえてめえ。で、アレイスター回収はそこまでは許してやろう、そこまでは許す。人のモンスター使ってバトル、どういうこと、バトルです、やばいやばい。でもアレイスター何枚あったらいいんだ、まあ一応1枚でも耐えるだろこれ、アレイスター1枚でも耐える。はい、キモい、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 キモい、キモい、キモい、はい、キモい、やばい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 こと起きてる、やばいこと起きてる、やばいこと起きてる、マジふざけんなや、ふざけんなや。